朝食です。今日はですね、僕は小さい頃大ファンだった選手が2人います。それが福岡ダイエーホークス、後に福岡ソフトバンクホークスになり4番を務めた小久保選手、そして、ジャイアンツの番長こと清原和博さん、この2人がすごく大ファンで、僕もちっちゃい時ね、右打者だったのですごく憧れを持ってるこの2人なんですけど、どうにかね対戦したいなと。で、特に対戦したいのが清原さん、どうにか対戦したい。まだ僕も投げれるし、清原さんの動画も拝見させていただいてるんですけど、まあ、今バッティング打撃練習だったりとかそういうのをされてて、僕も痩せるのでどうにか対戦できたらなという動画なんですけど、まあもちろんほぼほぼ無理って分かってます。はい、そしてじゃあ今日この動画の公開日に僕がツイッターで清原さんと対戦したいですというね、ツイートをします。それ固定ツイートにするので、リツイート1万件いったら全力で清原さんにオファーさせていただこうと思ってます。まあ見たい人見たくない人いると思うんですけれども、僕の勝手な夢野望、ね、そして、見たいという方の願いを込めて1万リツイート、まあプラスいいねも押してくれたら嬉しいんですけど、1万リツイート、行きましたら笠原チャンネルスタッフ、全員でキヨちゃんスポーツ、まあ清原さんのチャンネルに、オファーといいますか、します。はい、どうにか実現させて対戦したいので、皆さんぜひ、今から笠原翔輝の固定ツイート清原さんと対戦したい、清原さんぜひよろしくお願いいたします。ハッシュタグ、ね、清原さん、清原和博、いろいろハッシュタグつけておきます。リツイートぜひお願いいたします。リツイートは1万件いけば対戦が見られるかもしれないです。まあ野球選手の頃はジャイアンツ時代は、被ってないんですけれども、やっぱり僕の中の本当に大スター、本当に大好きだった打者なので、まあね、その生きてるうちにお会いしたこともないのでお会いしてみたいですし、対戦ができたらなと思ってます。なので皆さんぜひ力をお貸しください。よろしくお願いします。まあ皆さんも、これ見てる視聴者の皆さんも、できたら清原さんのツイッターや YouTube のコメントで笠原が対戦したがってますっていうコメントをしてくれたら僕はすごく嬉しいです。まあ僕のことを知ってくださってるか清原さんは分かんないですけど、まあこんな自分とね対戦していただけるとはね思ってもいませんし、そのなんだろうな、言ったら大スターとね、もう全然結果も出せなかったただの人間がお願いするのもおこがましいですけれども、どうにか、よろしくお願いします。ということで、今からですね、皆さんぜひ固定ツイート、リツイート、そしていいねよろしくお願いします。このね対戦が実現できましたら、自分も涙して皆さんに、お礼を申し上げたいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。野球しようよ。バイバイ。どうも笠原翔輝です。今日はですね、皆さんにご報告があります。自分ね、東京ギャンブラーズっていう草野球チームを、活動してるんですけれども、笠原杯という
大会をちょっとね、東京都内で開催したいと思うんですけれども、概要欄にメールアドレスを貼っておきますので、そこに参加したいチームはぜひ参加したいですとメールを送っていただければ、詳しい詳細など担当の者からメールの返事が来ますので、ぜひ応募してみてください。一緒に戦いましょうと、東京ギャンブラーズ笠原将棋投げますので、対戦したい方はどしどしと応募してください。はい、ぜひ笠原将棋と勝負しましょう。本日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。この動画が良かったな、見たら楽しいな、面白いなって思う人がいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。皆さんまたぜひ動画を見てください。よろしくお願いいたします。野球しようよー。